主催者の皆様、そして出展者の代表の皆様にこちらステージにご登壇いただきたいと思います。どうぞ、まずはですね、主催者の皆様、ステージご準備ができましたらステージにお越しください。そしてなんと、このグランドフィナーレを飾ってくれるご当地キャラクターの皆さんも勢ぞろいしてくれています。にぎやかなステージになりましたね。ではどうぞ皆さん、ステージにお越しください。このキャラクターの皆さんも今回のツーリズムエキスポジャパン2022大変盛り上げてくださいました。最後まで皆さんと一緒にお別れを迎えたいということで勢ぞろいしてくれています。ありがとうございます。さあ、それでは出展者の代表の皆様もどうぞステージに、はい、お越しください。どうぞ。ステージが大変にぎやかとなっています。はい、どうぞお並びください。そうですね、前の方とね、お顔が被らないようになるべくお写真に、はい、写るような感じでお並びいただければと思います。さあ、このようにグランドフィナーレ勢ぞろいいたしました。ありがとうございます。新しい時代へのチャレンジ、リスタート、旅を愛する全ての人にお楽しみいただいたツーリズムエキスポジャパン2022の幕が閉じようとしています。さあ、それではせっかくですのでね、はい、マスクの方を外して皆様の笑顔をぜひともカメラに収めていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。さあ、そして会場内の各ステージや出展ブースでは世界中のさまざまな国と地域、そして日本各地の多くの出展者の皆様に大変盛り上げていただき、本当にあっという間の4日間でした。皆様本当にありがとうございます。どうぞ大きな拍手をお送りください。本当に皆さんのおかげでありがとうございました。さあ、次回ツーリズムエキスポジャパン2023は大阪で開催いたします。東京から大阪へのバトンタッチと2023年の大阪会場の成功を祈願し、高橋実行委員会委員長のお言葉をきっかけに皆さんで大きく手を振ってお別れしたいと思います。高橋委員長が来年は大阪で会いましょうと言いましたら、皆さんでですね、心の中で会いましょうと叫んでいただいて、大きくその代わりリアクションですね、はい、大きく手を振っていただきたいと思います。カメラをね、向けていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、できれば皆さんご協力の方よろしくお願いしたいと思います。本番前に一度皆さんで練習をしましょう。よろしいですか。私が代わりにまず高橋実行委員会委員長の来年大阪で会いましょうというコメントを言いますので、その後皆さん会いましょうということで、はい、大きく客席の皆さんもステージ上の皆さんもですね、ご協力よろしくお願いいたします。では一度練習です。では来年は大阪で会いましょう、会いましょう。ありがとうございます。高橋委員長、大丈夫そうですかね。よろしいですかね。はい、さあ、それでは本番に参ります。もっと大きく手を振っていただいて構いません。では高橋実行委員会委員長、よろしくお願いいたします。はい、それでは皆さん、ぜひ、心の中で、大きな、そして元気な声で叫んでいただきたいと思います。それでは参ります。皆さん、来年は大阪で会いましょう、会いましょう。